ガル YouTube。 どうもヒカキンです。今日は iPhone5 を買うとついてくるイヤホンのご紹介です。イヤーポッツ。はい、こんな感じでございます。プラスチックだね、本当にね。はい、こう来て、で、ここには、プラスマイナス、音楽とか通話の音量のボリュームがありますね。と同時にこれマイクでもあります。通話もできますね。まあもう僕2週間くらい使ったんですけど、まあはっきり言って文句はない、文句はないって感じで、素晴らしいんですよね。今までは1万円ちょいくらいの某イヤホンを使ってたんですけれども、僕はこっちの方が好きで毎日こっち使ってます。アップルが3年間研究に研究を重ね作り上げた一品らしいです。今までも iPhone とか iPod にイヤホンでついてきたじゃないですか。僕もあれも持ってたんですけど、ゴムが取れてね、壊れちゃったんですよ。この丸い部分のゴムがあるんですよ、薄い。これ取れやすいんですよ。今回に関してはゴムじゃなくて本当プラスチックのみになったんで、そこは心配がありません。今まで僕2、3本はそれが壊れて結局使えなくなったんですけど、これなら安心。あとさらにこの従来のイヤホンに比べると、僕の感覚では音のこもりが少なくなったように感じるんです。以前のイヤホンのソフトな音質も僕は全然好きだったんですけど、ちょっとだけこもりすぎかなって思ったんですよ。それがイヤーポッズはいい感じに改良されてるんです。僕高音がキンキン聞いたイヤホン苦手なんですけど、ほんとちょうどいいラインいってるんだよね。低音も迫力あって、高音もこもってない、スッと入ってくるんだよね。耳の奥まで入ってボリュームも大きく感じます。ちょっと聞いてみる。低音どんどん高音シャリシャリ。ただ世の中にはすっごくいい音質のイヤホンなんていくらでもありますよ。しかしこのイヤーポッズの値段を聞いて驚きましたよ。僕は iPhone についてきたんで知らなかったんですが、今なら Amazon でなんと1673円、送料無料2000円台のイヤホンだったら敵なしっていうか、ありえないと思います。僕個人の感想としては余裕で1万円以上のクオリティだと思います。安いイヤホン探してるならこれ買って損はないと思います。もちろん Apple 製品以外にも普通にイヤホン挿す機器には使えます。一応 Amazon のショッピングリンク動画の説明文に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。どんなに音楽プレイヤーの音が良くても、イヤホンが良くなきゃ台無しですからね。僕はしばらくお世話になると思います。デモネントデイディカビンズボーンプッ120。これぞアップルの底力。バイ。プレースサブスクライブ登録してね。 YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube。